いやー、皆さん、こんにちは。ゼノブレイド3、今日もやっていきましょうか。で、ようやくですね、ラスボスを倒しました。ただ、ラスボスを倒したわけですが、なぜかね、倒してないことになっているということで、まあ、結構ですね、これっていうのは、RPG あるあるなんですが、一応ですね、ラスボスを倒した動画に関しては、別途、おそらく他動画で上がっておりますので、もしよろしければ、そちらの動画もご覧いただければと思います。で、今日はですね、ラスボスを倒して感じたこと、そしてプレイ時間が約50時間となったので、約50時間プレイしてきて感じたこと、今日はそちらについて共有していきましょうか。特にラスボスまでにやっておいた方がいいことであったりとか、そういったところもですね、皆さんに共有できればなと思ってます。ではまずはこちらをご覧いただければと思いますね。そしてその前に、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。そして高評価もポチッと押していただけると幸いです。さあ、ということで早速内容に入っていきましょう。いやーけど50時間か。なんかそう思うと結構やりましたね。はい。結構やりました。時間がかかったな。多分ここ最近の RPG の中だと最長じゃないかな。結構駆け足でやったんですが、約50時間かかりました。まあ、とりあえずそういった形かな。まあ、寄り道もね、していたっていうのもあるんですが、ただ、頑張って最短であれば、40時間ぐらいでクリアできるかもしれませんね。まあ、そんな感じでございます。で、次。ラスボスまでにレベルを70まで上げる必要があるのかっていうところですね。まあ、そちらについてはですね、他の動画を見ていただければわかると思うんですが、そう、ラスボスね、レベルが75ぐらいでした。確か75だったかな。ですので、最低でもレベル70まで上げないと結構厳しいのかなっていうところ。まあ、イージーでもレベル70はないとかなり厳しいと思いますね。これがなんでかっていうと、ラスボスはですね、連戦が続くことになるんですよ。しかも途中で分断して戦うことになったりであったりとか、あとは真のラスボスモードであったりとかもなんか色々あるんですよね。何連戦やるんだよっていうぐらいですね。とにかくラスボス戦は時間がかかります。で、しかも連戦が続きますので、まあそういったところを踏まえるとですね、レベルは比較的高い方がいいのかなっていうところ。で、楽に倒したいんであれば、レベル80あれば相当楽になるんじゃないかなっていうところですね。あとは、メンバーの構成、ロールなんですが、ヒーラー多めの方がいいなと思いました。さっきも言った通り、連戦が続きますね。ですので、ヒーラーが2人同時に移ってしまったら、その瞬間ですね、自動的にゲームオーバーになってしまいますので、ヒーラーは絶対に多めに連れていきましょう。まあ理想は3かな。まあ最悪4でもいいかもしれないね。ラスボスは7人で挑むことできるので、まあレベル70付近であれば3から4。で、レベル80であればヒーラー2みたいな感じかな。まあ、それぐらいいればですね、楽に戦うことができるんじゃないかなと思いました。そうそうそう、ヒーラーがね、結構重要な役割を占めてるんじゃないかなっていうところですね。はい。で、次。ストーリーはしっかりと全ての伏線が回収されるようになっていたというところで、もちろんですね、エンディングも見ました。いや、エンディングね、良かったね、あれ。まあ実際に見られた方ならご存知かもしれませんが、かなり良かったかと思いますね。しかも最後の最後にとてつもない伏線がありましたから、あれ以外の伏線に関しては、一応ですね、ストーリー上では全て回収されたんじゃないかな。ですので結構スッキリとした気持ちでゲームを終わることができました。あと BGM がですね、非常に素晴らしいです。これっていうのは、序盤から終盤にかけて本当に BGM がよくできていて、ゼノブレイドの公式もですね、BGM に自信があるのかどうかちょっとわかりませんけど、YouTube にもわざわざね、公開していたりであったりとか、Twitter 上でも BGM 聞いてくださいみたいなツイートをされていたので、まあ、やっぱり BGM に関しては結構公式さん力を入れているのかなと思いました。あとは、エネミーの種類が豊富で使い回しが少なかったっていうところですね。こちらも非常にいい点だなと思いました。特に似たようなゲームですと、テイルズ・オブ・アライズ。あちらのゲームも自分ですね、去年やったんですが、とにかくね、モンスターの使い回しがすごかった。色違いであったりとか、似たようなモンスターであったりとか、本当にね、モンスターがマジで使い回し多かったんですよ。ただ一方で、ゼノブレードに関しては、マジでエネミーの数がすごくてびっくりした。え、こんなにいっぱいいるの?みたいな。
それにね、すごく感動を覚えた記憶がありますね。まあ、通常こういった RPG だと結構使い回しのモンスターとかが出てくるんですが、なかなかなかったので、そこが非常にいい点だなと思いました。で、あとは、ウロボロス戦の慣れや SP の振り分けが重要っていうところで、まあ、これに関してはですね、まあ、序盤のメビウス戦でも同じことを言えるかもしれませんが、このゲームとにかくね、ウロボロスと、あとはチェーンアタック、これに頼って戦うことになっていくと思います。まあ、アーツがね、いくら強力とはいえ、正直アーツって、あまりなんかね、ウエイト占めてないのかなと思いました。やっぱりウロボロス戦であったりとか、チェーンアタックですね、ここをうまく活用していかないと、勝てる試合もなかなか勝てないので、やっぱりここはですね、しっかりと意識をしていかないといけない点かなと思いました。ですので、ウロボロス戦っていうところで、ウロボロスのスキルっていうところもですね、振り分けすることが実はできますので、SP の振り分けっていうのをですね、意識してやってった方がいいのかなと思いました。そう、これですね、結構重要かなと思ってまして、で、ウロボロスに関しましては、キャラクターからインタリンク選んでいただいて、で、ソウルツリーですね、こちら選んでいただくことができます。で、自分はですね、結構解放してるんですが、考えて解放してった方がいいですね。で、優先すべき内容としましては、これですね、能力上昇のところ。能力上昇はね、基本的にあれば全て解放した方がいいんじゃないかなと思いました。なぜかというと、ソウルポイントがですね、そこまで必要じゃないっていうところと、あとアーツ強化っていうところですね。基本的に、その、使うアーツって決まってるので、普段使ってるアーツは、とりあえず、SP をね、優先的に振り分けていくっていうイメージかな。まあ、そこをですね、重視してやってた方がいいのかなと思いました。そう、それなんだよな、ウロボロス強化っていうところはとても重要になってくるので、この SP っていうのもですね、意識してった方がいいのかなと思いました。はい。あと、グラフィックが綺麗ですね。まあ、これはもう本当にやってる人からしてみると、ね、分かってるわっていう話かもしれませんが、任天堂スイッチのゲームと思えないくらい、ボリュームすごくて、なおかつグラフィックがすごかったわ。まあさすがにプレステと比べるとちょっと見劣りするところはございますが、ただ任天堂スイッチの RPG の中だとおそらく一番綺麗じゃないかな、グラフィックに関しては。しかもこれだけフィールドのボリュームがあってグラフィックが綺麗っていうのはなかなかないよ。いやマジで綺麗だったわ。まあそういった背景もございまして、最後まで飽きることなく遊ぶことができました。いやボリュームもあってフィールドも豊富で、で、かつグラフィック綺麗で、BGM 素晴らしいって、まあ、史上最高の RPG とゼノブレイドを呼ばれていますが、マジで、そう言っても過言ではないぐらいすごかったなと思いました。ほんとそれですね。あと、エンドコンテンツについてですが、エンドコンテンツについては他の動画を見ていただければと思いますね。こちらについては、また他の動画でまとめていければなと思ってます。ただエンドコンテンツについてはね、どうなんだろうか。まあ、いろいろね、話していきたい内容はあるんですが、また後日そこについては語っていきましょう。まあ、そんな感じかな。約50時間遊んできた感想としましては。まあ、細かいところについては、まあ、10時間地点とか20時間地点とか30時間地点で別途感想動画上げておりますので、そちらの動画をご参照していただければと思っております。ただ本当にね、すごかったな。ストーリーが良かった。間違いねえわ。あと、ストーリームービーが長かったね。自分の場合はですね、約50時間ぐらいでクリアすることできたんですが、おそらくね、そのうちの15時間ぐらいはですね、ムービーじゃなかったかな。そう。実質のプレイ時間っていうのは35時間で、で、ムービーが15時間ぐらい占めてた記憶がありますね。下手すると、もうちょっとあるかもしれませんね。まあ、ノーマルクエストであったりとか、ヒーロークエストを全てクリアしてないんで、多分そういったところの寄り道も含めると、もっと時間かかると思うし、人によると、まあ、100時間から150時間くらいかかる人もいるのかなっていうところ、まあ、自分の場合はですね、必要なものだけやり込んで、まあ、自分の場合はですね、必要な部分だけしっかりとやり込んで、まあ、50時間でクリアっていうことなので、後でクリアしても問題ないものに関してはやってなかったんですよ。まあそういったところもあって15時間で済んでるけど、ただムービー自体は相当ボリュームがあるでしょうね。まあ、早くクリアすればいいってもんでもないから、まあ個人的にはですね、ゆっくり攻略した方がいいんじゃないかなと思いました。まあ自分の場合はですね、動画の兼ね合いもあるので、まあ攻略を急いで50時間でクリアしたわけですが、
まあ普通にやればですね、100時間ぐらいは普通にかかってしまうようなゲームになっておりますので、まあゆっくりとプレイしていただければと思いますね。あとは以前の動画でも話していましたが、ノーマルクエスト、こちらもですね、結構溜まっている方が多いと思うので、こちらもですね、しっかりと意識しながらクリアしていった方がいいと思いますよ。メインストーリーをクリアするっていうのもとても重要な話ではあるんですけど、ただやっぱりですね、ノーマルクエスト、豊富に数がございますので、後々残してると、またクリアするのがめんどくさくなっちゃうからさ、もし時間があるんであれば、そういったところも踏まえてですね、いろいろやり込んでいくのがいいのかなっていうところです。まあ、ノーマルクエストはね、なんか特別なアクセサリーであったりとか、特別なアイテムとかももらうことできますので、もしお時間ある方は、やってみるっていうのもいいかもしれませんね。はい、まあそんな感じでございます。まあ他にもですね、いろいろ語りたい内容があるんですけど、まあこれ以上語るとまた動画がかなり長くなってしまいますので、まあそんな感じでございます。ただまあ総合的に言うとですね、このゲーム本当に傑作で、買うかどうか迷ってるんであれば買った方がいいと思いますよ。まあ一部の方からは不評な意見が上がっておりますが、まあ値段であったりとか費用対効果っていうところを考えると非常にコスパに優れたゲームかなと思いました。だってクリアまでにメインストーリークリアするだけで結構時間かかりますよ。でそれプラスエンドコンテンツだったりとかエキスパンションパスを購入されてる方であれば追加ストーリーとかもあるわけだから、まあそれを加味するとめっちゃボリュームがあると思います。ですのでそういったところも総合的に考えて、まあ購入した方がいいんじゃないかなと思いました。特にもうすぐお盆休みの方が多いと思いますので、もしお時間ある方は、ぜひぜひ挑戦していただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで今日の動画一旦終わりましょうか。まだチャンネル登録を済んでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。そしてゼノブレードの再生リストもございますので、もしお時間ある方は、そちらの再生リストから過去動画もご覧いただければと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後に高評価もよろしくお願いいたします。バイバイ、じゃのー。